さーて、アルルお姉さんがやってきてあげたよ。そりゃね、みんなのお姉さんとしてお呼ばれしたとあっちゃ断れないよね。あーあー、皆まで申すなはコードよ。目的はわかってる。あれでしょ、ムジカートとコンダクターでほにゃららしなさいってことでしょ。もちろん仲良くするってことだよ。変な意味じゃないよ。まあ冗談はこのくらいで、俗に言うアイスブレイクってやつだよ。ワコードをリードするのもお姉さんのお仕事。うんうん、できるお姉さんは好きですか。おっと、そんな率直に言われると照れちゃうな。お姉さんも女の子なんだぞ。とっと本題に入んなきゃ。話がすぐにそれるのは私の悪い癖だよ。私のことは知ってるよね。ジョルジュ・ビデー作曲、アルルの女、もともとは小説のために作曲されたものなんだ。だから私こんな感じなのかもね。何かのために作られた曲だから、私も誰かのため働きたい。世話焼きだってよく言われるよ。あ、それがおせっかいだったら遠慮なく言ってね。ま、言われてもやめないんだけどさ。うん、大好き。あなただけに向けた言葉じゃないのはごめん。だけどコンダクターって存在が愛おしいの。生身のままで戦いの最前線に立つんだもん。ムジカートのため、世界中のみんなのために、守ってあげなくちゃって思うでしょ。そうだよね。あなたは強い男の子だって知ってるよ。だけど無茶はしないでね。あなたそういうとこあるから、私がいる限りコンダクターは死なせない。もちろんあなたもだよ。いやーいやー、なんか新鮮。こういう話ムジカート同士じゃあんまりしないから。人の世話焼き以外でもこんなに楽しいことってあるんだね。あなたも楽しいと思えてる？嬉しいお言葉。お姉さんテンション上がっちゃう。よーし、お姉さんポイントを100ポイントあげる。今はまだ無理だけど、いつかお買い物や公共料金のお支払いに使えるようになるから。というわけでまた呼んだよね。お姉さん飛んできちゃうから。